じゃあ、母さん、お疲れ様でした。うん、声出るようになった。さすがにね、1週間ほぼ全部潰しちゃったんで、僕が。チームメイトには申し訳ない。いやー、ボコられたなー。いや、それ1キルもできなかったわ。やった !0-0-4-0 でした。関さんがかなり悔しかったね。まあ、結果的にハイパーレートゲームキャリー構成になっちゃったね。どうすればよかったのか俺もうわかんないもん。今回俺がほぼ練習してない状態だったからね。ここにされた。だからマザーが覚醒したのがでかい。わかんない。俺、バンピックとかマジでわかんないんだけど。バンピックはマジで、なんかベストを尽くしてくれた感はある。でも、インゲームでなんで負けたのかマジでわかんねえ。やばかったよな、モルデカイザー。モルデカイザーやばくなかった？チャンプのことを言うと、俺視点は、モルデカイザーがとんでもなくやばかったってところと、こっちとしては、バンピックの時に、シビアがバンされて、うえみたいな感じだった。シビアバンなんみたいな。なんかこっちのレートゲーム構成を支えるのが、関さんのシビアで、まあ、ボットレーンプッシュしまくって、ドラゴン&取りましょうみたいなので、前日前々日のスクリーン向かってたから、そこがボーンって消されて、難しかったね。ね、バンピックはね、俺そんな、なんか問題じゃない気がする。マジインゲームどうすればよかったんだろう。もっとガツガツいけばよかったのかな。でももうちょっとガツガツいってたら2回目のガンク刺さった気がする。俺かなり圧かけたつもりだったんだけど、俺ね、マジで緊張ゼロだったの。俺今までのオフラインでこんなことないんだってぐらいに、緊張がゼロで、脳みそがクリアの状態でさ、ほぼ万全な状態できたの。俺病気も、もうその、当日にはほぼ完治してたし、ほぼ万全な状態で挑めたんだけど、ほぼ100、もう 100% の状態で負けたから、なんであそこ年賀届かったの？自然の力に行こうとした。まあそういう話やった、試合始まる前から。てかねー、俺はマザー、俺ずっと言ってた。終わった後。もうマザーうめえなって。マザーお前ロール上手くなりすぎだよ。マザーがすごい。マザーがやばかったなー。集団戦3回とも何もできなかったしね。うん、QSS からのマリだったんだけど、あの構成で、安尾の中盤ぐらいの強さを捨てたら、本当に多分オーバーだったと思う。別に俺がモルデカイザーのアルティメットから QSS から出たとして何にも起こんない。もう俺して MVP はマザーなんだよね。完璧に。もうマザーがマジで上手かった。面と向かって言えるぐらいだったもん。マザーと俺、その、ミートグリーティングだっけ、なんか、ファンミーティングみたいなのがあって、それ終わった後にマザーと楽屋で二人っきりになったんだけど、もうね、悔しいとかじゃなかったね。もう言うしかなかった、マザーに。マザー、負けました。乾杯ですって、マザーの目を見ていった。マザー3でした、すいません。クズハソロキルして、したかったなぁ。クズハを殺せるシーンが2個あって、ミッドでセジアリにガンクもらった時と、ボットの 1V1 のところで、タワー下竜巻外したところで、2個逃しちゃって。そこも俺先般だったから。まあでも、俺今までのロールの大会とかと違って、アグレッシブ負けだから。なんかね、もう負けたなって感じなの。俺いつもロールの大会とか出ると、結構、その、守り気味なポジションに入って、ね、何もできずに終わったなって感じだったけど、今回結構連戦でも攻めれたし、なんか、すがすがしく実力負けしたなって感じだった。チームにはマジで申し訳ない。本当にごめんね。俺のせいでね、練習潰れたこと何回かあったからね。扁桃炎はちょっとね、ルールできなかったな。なんかボードがもともと予定が結構入ってて、なんかがっつり練習できないなりに俺たちは空いた日でしっかりとやろうって感じだったんだけど、その空いた日俺が潰した。空いた日俺が潰してしまったんで。いやでも、安を出せたし、アグレッシブに逃げたんで、俺としてはいい大会だったんじゃないかと。なと。あ、次も呼んでください。次も呼んでくれるのかな？次呼んでくれるのかな？このロルノ期間、俺もうほぼ頭が痛くてさ、画面も見れなかったから、配信中以外画面を見てなかったら何があったこの1週間。俺に教えてよ。あれだけは DM がバカほど来たから知ってるよ。カルビがアイドル歌ったってことは知ってる。それだけ、お前らうっさいね！うるさいね！本当に！君らは。わかったよ。別に。お前らが大好きやん。そういえば俺昨日ファンミーティングしてたらカルビのコスプレした子がいたわ。スタミ負けでも落ち込まないでねって言われた。なりきってたよ。カルビのシールを渡されたの。サイン書いてくださいって言われたから膝ら辺に書こうかと思ったんだけど、カルビの顔にかぶして書いてあった。昨日ありがとうございました。なんかファンミーティングみたいなのをあのザーカセンの後やったんだけど。200人枠が200人いっぱいでみんな整理券取ってくれたみたいで。楽しかったね。また何かあったら来てください。ザーカ戦のオープニング俺ちゃんと見てないんだね。2回かな？会場でできたのをノートパソコンのちっちゃい画面で見たのと、現場で見たやつ。
いい感じでしたか？一日かけたんだよ、あれ、撮影。だって俺と釈迦さんと画仙さんだけスタジオで最初のシーンを撮らないといけなかったから、スタジオに7時集合、解散が20時終わりだったから、で、20時解散して、21時からロールスッカーってその日スクリームして、その日の夜に熱が出たんだ、俺、あの日寒い寒いってたから、それだったのかなぁ。俺さ、白い T シャツ着てたでしょ。俺、ザー河川出るの初めてだから、写真撮影みたいなのが初めてで、みんなめっちゃ服をさ、決めてるじゃん。すげえ決まってるから、俺、スタイリストさんいると思ってて、服が用意されてると思ったの。だから、写真撮影の日に、白 T だけで行ったのね。すぐ脱げるように。そしたら、服が用意されてなくて、だから白 T なの、俺。あれ、寝巻き。あれ、寝巻きです。なんもなかったよね。なんか当日も同じ服を着てきてくださいとか言われたから、幕張の当日も寝巻きで行ったしね。ただの白の T シャツ。2022年12月横浜アリーナで行われたザ・河川敷戻り上がってるよ。初のオフライン大会、両友が率いた激闘は、こう見ると河川さん2回とも勝ってんのか。肩を並べるには長い時間がかかった。ねえ、本当にこのステージにまた立ちたかった。僕にとって初めてのオフラインのステージ。ただの白 T なんだよ。これ花見た後に話せばよかったな。なんか寝間着だしかもう感想がねえやん、こんなもん。これが現実とは思えない。スタート地点は同じだった。みんなすげえよな、この服。マザーとかさ、太陽とかさ、今の表情よくない？ちゃんと作れてるね。悪くない。同じだった。河川が起こした奇跡だね、これ。別々の道を歩み。だって呼ばれてないから。この血管さ、この血管手だけ映しますよって言われたから、めちゃめちゃ腕立てしてさ、パンプさして、うわーってやって、出てますか出てますか、もうちょっと、オッケーってやって。腕パンプさしてから撮った。血管出しますね。ちょっと待ってくださいね。伝説は死なない。あー、太陽かっこいいね。これ PV すごっ。ミュージックビデオやん、マジで。こっち使ってんだ。ここのシーンさ、3回ぐらい撮ってんだよね。風が吹いてないところを狙ってっつって、風がずっと吹いてたから髪の毛ぐっちゃぐちゃになるから、風が吹いてない時狙いましょうみたいな感じで3回ぐらい撮ったんだけど、一番吹いてる時使ってるじゃん。ぐちゃぐちゃだけど、グラドもう寒そうすぎる。普通に一人だけ一人だけこう見ると半袖やば。だってこれで来いって言われたし。わんぱく少年やん。まあ多分この日にこの日にやったのかな、わかんないけど。ずっと寒くて太陽くんにさ、この上着を貸してもらってたんだよね。さ、寒そうだね、貸してあげようか、つって。あり、ちょっと貸してもらえるか。ほら、ごまんと風邪ひいちまうよ、つって、その日に 37.5 度。で、なんかどんどん熱が上がっていって、38度5分になって、で、深夜に上がってみたら40度になったから、これやばいなと思って、深夜救急みたいのにタクシーで行って、でも深夜救急って薬が出せないから、つって抗生剤もらえなくて、
で、インフルの検査とコロナの検査したんだけど、熱が上がったばっかりだと陰性に出ちゃう可能性があるから、また行ってくださいねって言って2日後に行って、また陰性で、この熱の正体は何なんだってなって、で、いろいろ調べた結果、お前らに扁桃炎かもよって教えてもらって、扁桃炎の病院に GB 銀行が行ったら、扁桃炎ですねって言われて、で、そこで抗生剤を初めてもらったの、俺は。だから、治し始めたのがほんとそっからだから、そこまで扁桃炎をまあほぼ放置してた状態みたいな感じだったのね。で、抗生剤って聞くまでに48時間から72時間かかるんだって。で、48時間経ったタイミングっていうのが一昨日。で、これ間に合わないなと思って、点滴を打ちに行ったのよ。点滴がバカ効いた。点滴ってすごい。1時間半かかったけど。1時間半あんだけの水分が俺の中に入ったって考えると、それ効くよなっていう。なんかあったら点滴した方がいいお前らも。あと自己申告しないと多分点滴って打ってもらえない可能性があるから、点滴打っても1700円くらいしね。保険診療で。点滴打ってもらえとくだわ。注射がとんでもなく嫌とかじゃなかったら。なんで言ったら打ってもらえたの？いや、明日ちょっと大切な用事があって、それまでにどうしても間に合わせたいんでって言ったら、痛み止めも、抗生剤も効きが早いやつを打ってもらえた。それがめっちゃめちゃ効いたね。今は若干鼻が出るぐらい？痛みはない。もう唾を飲むのも痛くてね。あの5日間は地獄だった。もうね、マジで、1週間で2週間分寝た。何もできねえんだもん。ギリできんのが、スマートフォンの暗さ設定を一番下にして漫画を読むぐらい。何読んだっけな？お前らに教えて、これもお前らに教えてもらったのを読んだんだよ。待てよ。まず、サッカー漫画のデイズは前から読みたかったから、デイズ前回読みました。山田くんとレベル999の恋をする。顔だけじゃ好きになりません。私たちが恋をする理由。デイズ。片田舎のおっさん、牽制になる。ただの田舎剣術師範だって、これマジおもろい。これみんな見て、これ本当に見て、これちょっとマジおもろいから。これナロー系大好きな人、最近で最高傑作に近いから、ちょっとこれコッペして、今すぐ買ってこい。やーばいこれ。マジおもろい。牽制のおっさん、クソおもろいから、これ。これ3巻しか出てない、なんか20巻とか出てると買いづらいじゃん。これまだ3巻しか出てないから、これマジ読んで、おもろい。で、あと、ワンナイトモーニング。海が走るエンドロール。これ、ばあちゃんが映画作る話。なんだ、100M! 100M 知ってる？ 100M。100メートル走の話。5巻、完結。これも面白かったです。100M。100メートル走の才能があるって気づいたのが小学生なんだけど、それで人生、すべてその100メートルにかける話。100M。これおすすめです。これよかった。ぐらいかな？あと、ちまちまぐらい？なんだ、暇なんだもん。やることねえし。てか、やることねえし、てか、やれることがねえし。もう、諦めがつくんだよね。俺、なんか、ちょっと辛かったりしても、なんか、筋トレとか行ったりするんだけど、もう、諦めがつくぐらい何もできなかったから、漫画読むしかできなかった。全部読んだ、全部読んだよ。久々に筋トレとか、ボイトレとか何もしない日があって、久々だったね。いや、スクリームはね、やんないといけなかったんだよ。俺の体調悪いで、やんなかったらもっとひどかったよ。もっとボコボコだった。あんだけできてる逆に良かったわ。次はもっと勝ちてー。悔しかった。関さんが悔しがったのが苦しかったな、マジで。関さんマジ悔しがってたな。シャルルの見解も聞きたいね。コーチ陣目線なんで負けたんかマジで気になるわ。おい、なんで負けたのかマジで分かってないんだね。俺がソロキルできなかったからかな。多分、あの構成的にマジでルートはミッドだったんだよね。トップとボットはタイだったね、確定で。確定でボットとトップはもうタイなのよ。アフェリオスとケイルだよ。もうソロ級でもタイやん。だからミッド圧をかけないといけなくて。ミッド圧かけまくったんだけど、そしたらガンク刺さっちゃって。そしたら集団戦3回連続でマザーにアールされて。やり直したい。マジでシビアバンほんとうぜえよ。誰だよ、シビアバンするっつったら刺さりすぎた。俺多分一番刺さったのがそうだと思う。あんなにいい感触あったのに、シビア。くっそー、雷神にやられた。感触いいジャンプが消されたからな。ニーリビのシビアが強すぎてみんな嫌がってた。前日の、リスナーとのカスタムでシビアが活躍しちゃったんだ。うわー、神やったねー。神やってるー。なんだよそれー、なんだよそれ。くっそ。まあ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 。次ですよ。次やったら呼んでください。
次こそはキャリーします。あー、乃木坂の人たち、なんか何回か多分すれ違ったけど、多分あの人はちゃんとしてるんだよね。さささって感じなんていうの、もう多分関わり合うチャンスすらないみたいな、みたいな、なんかハムスターみたいハムスターみたい、本当にシャ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 ってもうすぐ溶けちゃう、もう離れしすぎてて、そうちゃんとアイドル、そうそうそう、本当に君たちのイメージはもうプロですよ。もうご飯食べ、ご飯なんかご飯を取りに行った時にちょっと見たのかな、シャシャシャってご飯ビャ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 って溶けただけです。他に芸能人会えた？いやいない、いないかな。逆に乃木坂の人たちがなんかダブってたか、次、ん？違うわ。ボードが言ってたら、俺たちの前と後が乃木坂だったんだ。だから多分会えたんだと思う。それ以外は多分芸能人の人は会ってない。皆さん、まあ文化の違いがやっぱ出てるよね。あの席がさ、映して、お前らのところに席映ってた？やっぱさ、アイドルファンってしっかり前の SS 席を取るんだろうね。俺たちのさ、出番になるとさ、SS 席、ほぼいない。8割いなかった。あそこって SS 席なのよ。だから逆にあそこでみんな SS 席を取ってくれた人ありがとう。ザーカーさんのために。T シャツが自由落下してたのかな。誰もいない空間に。後ろの方は結構待ったんだけどね、前の席はやっぱりそのアイドルを間近で見るという文化がかったって感じはしたね。すごいよなぁ。あの、ドリームハックっていうイベントって今年で初めてなんでしょ？もっと宣伝打ったらさ、もっと来そうだけどね。あのイベント。海外から来たから、むずいのかな。日本での認知度がまだね。TGS みたいにぐっちゃぐちゃの密度になったらそれはきつくない。まあ、来てる人目線そうだけど。別にイベントごとでぐっちゃぐちゃになるように越したことないんで、ぶっちゃけ。まあ、ファンミーティングの話？ファンミーティングの話はまあ、君たち、あれだね。みんな気さくに話しかけてくれて、俺も楽しかったよ。なんかタロンのコスプレしてる人とか来てくれたり。いやでもやっぱり印象に残ってんのはあれだね。カルビだね。ずっと並んでたもん。あ、カルビ近寄ってきてんだと思って、こう、だから、こうやって並んでくれてたの。俺の方に向かって。カルビがちょっと近づいてくんだよね。クオリティが高かったよ。高かった。写真撮れたらよかったんだけどね。1時間枠で200人の人が撮ってくれたから整理券を。1人20秒から10秒って言われてたんだけど。もうちょっと1人ずつゆっくりやりたかったね。なんか、はい、時間ですみたいなことを言う人がいて、お兄さんが。もう、ガン無視決めんの、俺が。まだ話してるから。俺、はい、時間ですって言って、そのスタッフの人が流そうとしたんだから、俺がこうやってガッって手を繋いで、話さないから。俺もう半分、途中半分ぐらい、残りの100人ぐらい、もうスタッフの人が言わなくなって。はい、もう時間ですってもう言わなくなっちゃって。もうずーっと、もう気ままに。だから1時間枠だったけど、最終終わったの1時間半オーバーぐらいだったかな。30分オーバーしたね。伸ばした。とか伸ばしたっていうか勝手に伸びた。伸びてよかったのか知らないけど。しょうがないよね。伸びたもん勝ちじゃんね。だって。もう並んでる人がいるからさ。またなんか会う機会があったら会いましょう。ね、その後マジで枯れちゃって、本当に。ロル負けたのと。ご飯も食う時間なかったから。マザーが写真あげてたんじゃないかな。マジで限界だった。マジで限界だった。もう枯れちゃって、本当に。マジで真っ白になっちゃったよ。ね、この後飲み会あってみんなは言ってたんだけど、俺はまあ闇上がりだったし、俺は遠慮しといて、パッて帰ってパッと寝ました。が、昨日でした。顔出したかったけどね、顔出せばよかったなと思ったけど、もう限界だったんで、俺は帰って、まあいいザーカ戦期間を送らせていただきました。100% で挑んで、ボコボコにされました！乾杯です。また機会があったらよろしくお願いします。楽しかったです。安をピックできても、でも幸せだった。次はモルでバンするわ。次はモルデカイザーパンします。ね、チャンプのことに関してはマジ言う、俺は言う資格がない。俺は考えれないし。バンピックとか。コーチの意見は絶対だから。その中で俺はやるだけなんで。いや、でもね、この、扁桃炎の期間、俺好きなものを食べてたんだけど、美味しかった。ジュースを飲んだ、ジュース。これ大げさなのに重いじゃん。ジュースマジでね、飲めたの幸せだった。苦かった。風邪の時のジュースって逃げんだよな。でうどんも食べるでしょ。うどんって小麦粉だから俺食べないんだよ。俺普段グルテンフリーしてるから。いやでも俺この1週間筋肉が減っちゃったら多分。また筋トレし直さないと。なんかマッスルメモリーってのがあるらしいよ。一回筋肉を、モリッとさせたらそこへ戻すと人間楽らしい。いやでもさ、
オフラインのイベント増えてきたね。最近幸せなことに呼んでもらえてるから、そういうイベントに。うれしい。コロナ禍が終わりつつあるのを感じますね。うん、ハイパーゲーム大会もボーンってあって、ザーカ戦ボーンってあって。ね、そういうのがまあ視聴者数だったりですごい結果を残してるから、またどんどん増えてくんじゃねえか？バロラントの方の情報って俺あんま見ないんだけど。バロラントのオフラインとかも盛り上がってんじゃないの？フェンネルとかそういうのめっちゃやりそうじゃない？あそこそういうの精力的にやってるよね。ロールのイベントってやる気あんのかな？なさそう。いや、ライアット次第じゃないんだよね。今、河川さん次第なんだよね。ロールっていうゲームにとって、結構、このコロナ禍は効いたからな、逆に。逆にちょっと効いたゲームタイトルだからね。ロールのなんかさ、強みって、オフライン大会がボーンってやって、それがいろんな記事に取り上げられて、うわっ、このゲームオフラインめっちゃ盛り上がってんやん、何のゲームみたいな。こんな埋まるんだ、みたいなのが強みだったんだけど、それができなくなっちゃって。それが一番、マジで一番の宣伝だった。フォーガメとかにも取り上げられて、ツイッターでも写真バンバン上がってみたいな。ライアット自身がロールの広告を打たないから、俺たちが広告を打てたみたいな感じだったんだけど、まあそれがなくなって、まあロールイベント、まあロールイベントに関わらず何でもイベント今後ゲーム系増えていけばいいね。俺は CR フェスがマジでいいと思ったからな。ゲームなかったんだよ、あのイベント。ないね、いいよね。ゲーマーは普段、こうやって俺、なんか変わらない画面でずっとゲームをしてるじゃん。ああいうゲーマーたちのゲーマーをしてない姿を見せられるイベントが増えるのはいいことだよね。あんな規模でやれとは言わんけどさ。あ、クラッチくんがゼタ入ったね。そういえば。クラッチくんゼタなんだ。まあ、ゼタっぽくあるか。ビジュアルいいし。クラッチくんは CR でもゼタでも違和感ない。CR は違和感ないか？ゼタが良くない？ CR の人たちってなんか若そうなイメージあるけどね。あの人言うて FPS おじさんだからな。俺はなんかいい結果が出たら、君たちに言うよ、配信で。俺もどうなるか分かんないから。マジでどうなるか分からん。本当にどうなるか分からん。見通しすぎて。俺を手伝ってくれてる人もどうなるか分かってないから。なんか、ビビりながらやってる。まあ、好き勝手やっていくんで、まだその時になったら。まあでも個人で配信していくことには変わりないから。あ、そういえばあれだよ、マジで話変わるんだけどさ。あの、なんか、やりたいことの中に、やりたいことリストがバーンってあるんだけど、トランポリンランドみたいなの知ってる？俺トランポリンしたいのよ。ボルダリングとか。そこの許可が取れたから、近いうちにするわ。配信で。動画じゃなく配信で。誰か一人連れてきたいけど、来そうなやついねえんだよな。マジ来そうなやつがいない。いや、ジャスは本当に運動系怖いんだよ、俺。いや、ネタじゃないんだよ。ネタで連れていけないレベルになっちゃってる、彼は。いや、もうジャスはダメだ、運動系は。オープンレックのさ、旅番組やってんだけど、そっちで企画を決めるときももうジャスの運動がマジネック。危ない。彼は危ない。ああ元気行くかな？元気行きそうだな。あいつ暇やろ。いつでも。元気誘ってみるか。元気かな？最近やりたいのが、トランポランドと、まあ釣りリベンジ。俺、第1回目の釣りに釣れなかったんだよ。やったの半年ぐらい前なんだけど。まあ釣りリベンジも行きたいね。釣りリベンジ、あと、もう登山は良くない？もう登山は良くない？登山ってだってもう俺富士山登ったんだよ。スタさんゴルフはしないの？いいね。ゴルフいいね。できないやつゴルフやる？いや、もうできないやつゴルフしたいよね。できないやつしかいないゴルフ。でもさ、俺、一回ハワイで、ゴルフ一回やったことあるんだけど、コース出たことあるんだけど、できないゴルフってガチおもんないんだよね。打ちっぱなしにしとく、まず。まず打ちっぱなしにするか。できないゴルフって本当に面白くないよ。ちょっとストーリー性作るか。ありだな。打ちっぱなしでみんなで練習からのゴルフ会。で、ゴルフカートで移動してる時のスポンサー を募集しよう。宣伝します、なんか。ゴルフカートで暇な時間。なんか、なんでも広告します。マジ打ちっぱなしいいな。めっちゃいいじゃん。ちょっとそれ進めるか。それ進めよう。悪くない。時期的にも悪くないわ。ストーリー性も悪くないわ。やる人4人ぐらい決めて。だからあの4人みんなゴルフとか行きてえって言うんじゃないかな。ゴルフ、打ちっぱなしからの、ちょっと成長した後、コース回ってみよう配信。一回やったらどうにかなるもん。なしじゃない。マジでなしじゃないな。夏だからちょっと運動系を増やしたいっていうのがあって、どこ行くの方で、オープンレックの対番組の方で出てるのが、6月か7月に配信者体力測定来てくれる人集めてやろうねって話になってんだよね。なんか地味なやつじゃなくて、俺たちが考えた体力測定をやりたいっていう話になってて、
前屈だけとか、前屈とかちょっと地味すぎるから、なんかちょっとバラエティーとんだ俺たちの考えた体力測定。で、体力計測していきましょうみたいな。オリジナル体力測定をやりたい。面白い、種目はそのまま残して。50メートル走だったり、ハンドボール投げとか残すんだけど、地味なところ他のも変える。あ、ラフティングはね、ラフティングもどこ行くでやります。あさってがどこ行くの、ロケなんで、ラフティングしてくるわ。楽しみ、俺。日本でラフティングするの初めて。日本のラフティングって、激しいんだよ。海外って、面積が広いじゃん。単純に。だから山から、こう、水が流れるときに、面積が広い分、ここの、なだらかなんだよ、こうやって川が。だから、ラフティングがめっちゃ激しいってわけじゃないんだけど、日本って、ラフティング、日本の面積自体が狭いし、山がたくさんあるから、山からの、こう、斜面が急なんだよね。だから、日本のラフティングおもろい。最近事故あった。いや、最近事故あって、で、そこが、ロケ日がちょっと前だったんだけど、最近事故があって、ちょっと待ってください。安全面をもう一度確認し直します。もうちょっと待ってください。つって16日やった、ロケが。ほんと、つい最近。てか、俺たちがロケに行く前日に死亡事故が起きちゃって。ラフティング。違うところなんだけど。俺たちが行くとこじゃないんだけど。ラフティングっていう競技自体でね。で、一応、うちも、安全面の確認がしたいんでっていう話で、ずれて今回になった。だから日本国内でやるラフティングが楽しみだね、マジで。まあ今のところその2個が決まってる。ラフティングとどこ行くわ。体力測定。夏は運動たくさんしたいね。運動系の外配信たくさんしたいなと思ってるんで、ゴルフの案はいいのもらいました。ゴルフ案はマジでいいわ。悪くない。健康診断の発表そういえば言ってたな。それも近々しないと。それも企画を練らないと。なんでもいいんだよね。なんか外配信したらその時に健康診断のなんか結果をポンって言えばいいから。テニスの方がハードル低いぞ。ほんとかよ。いや、俺公式テニスやってたよ。小6まで。俺テニスの王様世代だからね。俺ブーメランスネーク打てるからね。これはマジ。これはマジ。ゼロ式ドロップも打てるし、俺。これはマジ。俺白ゲーもできるよ。これは。ガチ。あ、これヒグマごとしか。痛え。すごい筋肉痛。ここが。芯が。体の芯が。気持ちいいぜ。筋肉痛を感じるって幸せ。普段使わないどころじゃないよ、本当に。マジで全身使うからね。背筋かな？背筋。背中が全部痛い。あと女の人が多かったね。なんか月額プランみたいなのがあってさ、多分美容できてんだろうね、あれ。場所？あれ埼玉かな？トランポリンっていくらぐらいでできるの？あれ、そんな高くないかな？ 1 時間半で3000円ぐらいだった気がする。相模原のミスタージャンプだって。東京の左側かな？八王子の近くかな？経験として行ってみたら？平日だったらバカ空いてたよ。都心からちょっと離れるとレジャー施設たくさんあるね。駅からめっちゃ遠かったな。徒歩15分とかあったわ。次のレジャーは何するんですか？決めてないよね。いや、ゴルフ行きたい、ゴルフ。いろんな人にゴルフ興味あるかって聞いてんだけど、みんな興味なさそうなんだけど。なんだよ。配信映えしたくない。配信映えって何だったらすんだろうな。最近配信するときに配信映えを気にしたことないや。ボルダリングは多分配信映えが一番しないよ。その面で言うと。なんか、昨日のトランポリンのところは、アミューズメント、ボルダリングだったじゃん。本当のボルダリングって本当に壁に石がひっついててさ。で、素人目にどんぐらいむずいかがわかんないから。インドアスカイダイビング。あるよね、なんかね。部屋の中でできるスカイダイビング。下から風がビャーって吹くやつでしょ。ボルダリング、ロッククライミング。そうだね。空中ブランコとかになるとあれじゃない？特殊技能にならない。なんか、根性だけどうにかなる領域じゃないでしょ。根性でどうにかなる領域のじゃないとできないよ。俺だってシルクドソレイユ見に行ったからさ。空中ブランコを間近で見てきたけど。あれは特殊技能だよ。普通の人できない。みんなスポーツとか運動したくないんじゃないか。そういうもんか。配信者野球大会見たいとか言って。いや、でもそんなもん。どんだけ人集めないといけねえんだよ。22人集めるっつったら、多分半分はその日もうリスケしてほしいとか言い出すしな。22人集めるの大変だわ。ん？ 22 人はサッカーか。18か。映える外配信ってなんだろうね。俺グランピングってしたことないんだよ。あれって本当にまったりするんでしょ？グランピングって。俺、キャンプ配信がしたかったのがさ、やることがたくさんあるからなんだよね。それこそ、マキュアリもしたじゃんね。
グランピングって準備してある方をグランピングって言うんでしょ。片付けもしてもらえんでしょ。ねえ。暇しちゃいそうだよね。一泊40万とかすんのあれ。あ、そう。釣りは今やろうとしてる。釣りはやろうとしてる。まあ釣りとゴルフと、ゴルフはする人がいたらだな。ゴルフ一人は悲しいわ。ドラム缶風呂自作？ちょっと待って。ちょっと待って、おもろい。おもろいわ。ドラム缶風呂自作してみたいね。じゃあ買っとこう。どういうところで作れるのかもイメージがつかないレベルなのがおもろくない？想像がつかない。工場とかで作ることになるのかな？それはちょっと進めてみてもいいかも。まあ登山系はいいや。もう登山はやったから、もう登山はいい。まあ本当になんかジャンル問わなく世の中エンタメで溢れてるから、こんなん考え出したらきりないよね。まあただまあ、ろくろはあれだね。やってみたいよね、ろくろ。サバゲーはね、配信で1回、だから3回くらいやったことあるんだけど、別に配信でサバゲーしてもおもんない。陶芸めっちゃ良さそうだな。あ、やっぱ話してるとやりたいことはバカバカ出てくるね。乗馬体験。地味じゃない？乗馬？乗馬とかベロ切っちゃいそうだね。配信に向いてなそうじゃない？乗馬してる時って喋れないでしょ、あれって。あ、慣れると話しながらいけんだ。バンジーはだって俺この前あれだよ。4人の旅番組で飛んだよ。なんか太陽くんがサイクリング配信をしてたらしいね。太陽くんのサイクリング見に行こう。行こう。飲んだ方がいいか。でもさ、俺冷静にさ、いろんな人のさ、通りながらさ、人の会話聞いちゃう。多分止まっちゃダメじゃん。でも止まりたくなるじゃん。こことか止まりたいけど、多分止まったら怒られる。回り道。あ、ここは止まるよ。よいしょ。なんかチャリがおかしい音が。競技用っていうかちゃんとしたチャリなんだね。おかしい音出てる。何これ。チャリがおかしい音出てます。チャリからおかしい。来た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 。ここら辺でしょ。二子玉川リバー。俺は生まれ育った二子玉川リバー。チャリを。生チャリしか動けないんだけど。ってことだ、うん、てかさ、普通のチャリの知識で言ったらさ、もうなんか交通違反とかさ、なんか知らないところでポーンって起こしそうで怖いんだけど。めちゃめちゃ細かいさ、自転車の交通ルールとか知らないよ別に。こいでね。チャリってルールというよりパンク直せないとまずいかも。直せるか。何そのルパンみたいな。どっちにつく。女じゃん。外配信は無限ですよ。今のこの15分間でたくさん出たしな。騒ぎはモチベーションがないね。温泉許してくれるところってあんのか。温泉貸し切ってさ、でもめっちゃ早朝とかいないそう。温泉貸し切ってさ、お盆の上に、お盆でさ、お風呂の上にさ、お酒浮かしてさ、そこでお酒飲みたいけどね。大深夜が大早朝だろうな。日本酒飲みやつやりてえな。まあだね、確かに旅館の個室で単純にいいのか。てか、あれに行きたいのよ。だからやっぱり俺、韓国のパラダイスシティ。バカ広いパラダイス。韓国。バカデカホテル。パラダイスシティ。カジノとかあって、バカ、なんか、アミューズメントがギュッと詰まってるさ、すげえ広いところ。もう遊園地が入ってるらしい。屋内遊園地が入ってるって。ウォンがわかんないけど、これ。ウォンってどんぐらいこれ。ツーナイトインパラダイス。あー、でもそんな高くねえな。2泊で最低2万5千円から。ここは俺は前から行ってみたいのよ。テーブルゲーム173ってやばくない？スロットが300台らしい。でっか！最上級のサービスをお楽しみいただけるハイグレードなビップルーム。でもこことか配信とか動画撮影いけんだろ、これ。ここ。すげえ。すげえよ。韓国って今めっちゃ行きやすいからな。女の子マジでポンポン飛ぶよな。ポンポン飛んでポンポン整形して帰ってくるよね。海外ってか韓国ってね、美容医療がめっちゃ安いのよ。めっちゃ安いの。服とかも安いから、女の子からしたら天国よね。飯が飯。安全安全。その美容に関して、いやもう美容に関しては、韓国は、そのなんか最先端を行ってるから、国の力でエンタメやってるからね。多分な、日本で言う、ダーマペンって聞いたことある。肌にさ、針を刺して、
でその肌に針を刺したところから薬剤を注入して、さらにその深層まで美容液を浸透させるみたいな、ダーマペンって言うんだけど、それのなんか今上位互換がポテンツァってやつがあるのね。それが日本でやるとダーマペンの5倍の効果があるって言われてんだけど、日本でやると6万とか7万とか定価平均そんぐらいなんだけど、韓国行くとまあ1万とか2万とか値段が全然違う。整形とかも安いし安心度が違うっつって、もう女の子とかは休みの時に韓国ポーンって飛んで、そういう美容系ビャーってやって予約しまくって帰ってくる。 DJ 社長そういえばなんかやってたな、鼻。 YouTuber もみんなやってるよね、整形。スカイピースのジンタンもやったし、 DJ 社長もやってたし。日本はまだ抵抗があるからね、見る側がそんな浸透してない。整形が、整形依存症の人、まあでも整形、最近の整形って多分安くてクオリティが高いから、一回やってうわもう私の思い通りってなったら、まあもう二回目行っちゃうんだと思うよ。いや女の子はもうなんか男とは感覚違うから、なんか可愛くなるっていう基準がもうむずいんだよ。みんながさ、道端歩いたってさ、可愛い女の子って結構いるじゃん。でもかっこいい男ってあんまいなくない？なんか化粧するのが当たり前になって、なんか可愛いの基準が上がってんだよね。その中でなんかちゃんと目立つってなったら整形をかまさないといけないって思う人はいいとは思う。しょうがないよね、前提が化粧してるだからさ。歩いててあの人かっけえみたいな人ってほぼいないしね。整形って金かかる以外でデメリットないの？見る人が見ればわかる。それをどう思うか。別に整形だってバレていいというか、そういう見られ方をして、別に整形だしっていう開き直れるっていうか、それを受け入れられるんだったら別にデメリットに換算されないけど。なんで整形の、俺整形じゃねえよ。いやでもね、俺もガキンチの頃気になってたよ。気になるところってあるよな。俺もさ、ちょっとガチャ目なんだよ。俺こっちの目の方がちょっとちっちゃいの。母さん俺金貯めて整形するってずっと言ったもん。ずっと言ってたよ。でもね、年食っていくとね、なんかね、気になんなくなるから。なんか高校生の視聴者とかいるでしょ。マジで気になん なんなくなってくよ。整形側はね、涙袋が一番わかりやすいかな。インフルエンサーの人とかやってるなーって分かりやすい人結構いる。涙袋はめっちゃ分かりやすい。涙袋と鼻は有名だよね。そうじゃない人もいるんだけど、なんて言うんだろう、整形してる人はなんかこう鼻がこうなるんだよね。こここうじゃなくてキュイーンってなると嫌がるからお前だから嫌がってんじゃないの？それはまだ分かんない。鼻触ると嫌がるから分かりやすいじゃない。お前に触られてるから嫌な線がある。整形だからとかじゃない。その可能性があるから分からん、それは。鼻触れる線ってなかなか嫌だろ。誰でも。日本はな、芸能人とかが整形すると、整形したってなるからね。AKB とかさ、ファンとかも多分離れるレベルだから、そんぐらい浸透してないからね。韓国だとしてる人とかもバカバカいるらしいから、俺行ったことないけど。隠すからやろ。まあ、そうだね。でも最初のちょっとはバレないんだけどね。そこも整形の、まあ悪いところと言っちゃ悪いところかなのかもしれない。ちょっとするぐらいだと多分整形ってバレないんだけど、整形ってものがいいものすぎて、多分重ねちゃうんだよ。もう今。技術が高くなってきてるから。目が気になってるって目儀やって、うわ、目治ったと思って、私はここだけにしようと思ってたんだけど、目治したら、目でかくなったことによって、次なんかここ気になるな。次ここなんか注射打とう。注射ピッ。あ、ここを小さくしたら、次、鼻目立つね。なんかこの、パーツ、ここのパーツを変えたことによって違うパーツが目立ってくんだよね。単純に目が大きくなったらさ、次は違う部位がさ、なんかちょっと目立っちゃったりするじゃんね。目がでかくなった分のバランスが、次、あー、ちょっともうちょっと広角引き、こうしたいな。こうしたら次鼻だけ浮いてんだ、鼻やってってなるんだと思うよ。料理が下手な人の愛付けの仕方みたいだな。わかりやすい！わかりやすい！それかもしれない。俺もちょっと足してくるもんね。塩足してさ、うわ、なんかちょっとしょっぱくなりすぎた。これ水がいるんか。あ、水足したらちょっと味薄くなったから醤油入れよう。あ、醤油入れたらってなるもんね。どんどんこう、足していっちゃうなと思う。料理下手くそだからこそその例えがわかりやすいね。まあでもあと5年もしたら、まあ日本でも結構、整形とかはもう、今でもなってきてるし、バンバンやりましょうみたいな。気にしませんよみたいな。5年後はもっとね、日本でも整形しやすくなってると思うよ。もっとバレなくなるし。なんか気になるところあったら、調べてみたら、みんなも。コンプレックスは誰にでもあるでしょ？メンズ脱毛とかもね、
前まではちょっとツンツルてんな人どうなんみたいな、なんだっけ、レインボーブリッジ封鎖できませんの人がさ、もうほんと体中ツンツルてんだよ。あなたなんかちょっと気持ち悪いみたいなこと言われてた時期あったけどさ、もう時代が追いついてきて今メンズ脱毛してツンツルてんの方がいいみたいなふうになってんじゃんね。そう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 、小田裕二だ。ツンツルてんもっと安くできるようになってほしい。高いよね。面倒だね。面倒なのはある。俺も、もう一回口ここやんないといけないんだけど、面倒でいけてないしね。ちゃんと剃ったらもう気になんないレベルになっちゃってさ、もうあんまりいかなくなっちゃった。ガム手で剥がそう。いや、そういうのもね、剥がすってあんま意味ないんだよね。だって眉毛はさ、これ、なんてアートメイクとかじゃなくてさ、抜いてんだけど。ピュッつって。別に生えてくるしね。抜くってなんか永久的になんか繰り返してたら、弱ってくんのかなと思ったけど、そんなこともない。あんまり。俺は中学生の時ここの髭を抜いてたよ。ピンセットで。ピッピッピッって。そしたら俺ここだけ濃くなったから。いや、俺ここだけ濃くなったよ。マジでマジで。前から毛が濃かったから、いろんなことしたんだよ俺。それでメンズメイクにたどり着いて、まあ最終的にヒゲ脱毛したんだけど、オキシドールって知ってる？あのさ、怪我した時にさ、あの怪我につけるとさ、あばしわしわしわってなるやつ。冷たいやつ。あの怪我するとさ、あの、滅菌するやつよ。あれオキシドールって言うんだけど、あれって毛につけるとね、毛が白っぽい金髪になるのよ。っていうのを俺なんかで知って、中学生の時に。俺、毎日寝る前に、ここに、オキシドール垂らして寝て、俺、ここだけ、ヒゲが金髪だったもん。ここだけ。ヒゲが金髪で、で、中学生の時ってさ、脱色されんのよ。中学生の時ってさ、俺、中学受験だったから、髪の毛染めてるやつなんて誰もいなかったのよ。だから、生きたくてさ、メッシュ入れたぜ、つって、それもオキシドールでここにさ、こうやって髪の毛にこうオキシドールぶっかけて、ちょっとだけ金髪になってんの。お前ちょっと染めちゃったよみたいな。生きてた。何すりにもオキシドール使ってた。オキシドールって安いんだもん。しかも薬局行ったらさ1000円ぐらいで売ってんだぜ、オキシドールつって。万能薬だマジで。うん、脱色だと思うね。市販のブリーチ剤で染めるのが逆に怖かったんだよな。オキシドールを使ってるってことによっての許しというかさ、恋なりにいろいろ頑張ったな。中高の頃からなんか脱毛とか、ね、値段的にいけないかもしんないけど、大学からバイトは頑張ったらいけるもんな。いい時代になったね。よかったな、お前ら。演奏抜けるね。プールちゃんとやってる人は金髪になってくよ。人さんの視聴者の年齢ってどんな分布なの？俺と一緒だよ。で、全部の年齢いるけど、ほぼ。一番多いのが俺の年齢、やっぱり。配信ってみんなそうなんじゃない？わかるわかる。Twitch とか YouTube わかる。25以降、28だから。多いよ。外配信に来てくれるやつは若いやつが多い。外配信来てくれる奴らは若い、なんか活力のある、パワーに溢れた奴が来るね。JK も俺びっくりしたよ。そこら辺の年齢も見てんだなと思って。だるまジャスあたりとか JK 祭りじゃない？あーでもどうなんだろうな、ジャスはバロだからな。まあでも若いと思う。相当若いと思う。俺はコンテンツがすげえコロコロ変わるから、こうやって雑談してる時は女の子いいよ。でも言うて64とかだけど。ゲームとかが挟まると73とかになる。女の人たちからしたらロール意味不明だろうな。雑談してる時とロールやってる時の YouTube の再生回数マジ違うもん。サムネにロール要素がちょっとでもあると再生回数落ちるしな。ちょっとなんか、あのなんか、緑色のさ、サムリフ感がちょっとでも出ると再生回数落ちんのよ。だからといってずっと雑談をしてるで しようとも思えないんだよな。そこがまあ俺の弱いとこでもある。雑談とかでさ、なんかボーンって跳ねたらさ、多分雑談一生してた方が強いんだよ。YouTube とか Twitch って。本当にしたいことばっかりしちゃうから、ゲームしたいってなったら、なんかずっと1ヶ月ぐらいゲームしちゃうしな。全くして、なんか本当にコアゲーマーにしか受けないようなさ、アサリゲーとかやっちゃうからさ、俺。そこの意志は弱いなって感じる。剣士とか。剣士笑うた。剣士本当にコアゲーマーしか見ないからね。俺も剣士は大好きだよ。女性受けするゲームってなんだ？今女性受けするゲームってバロラントでしょ？剣士がクルビで金稼いでるぞって剣士くんが言ってるよね。ウケるよな。他の奴らがさ、なんかひがみっぽくさ、ケンキはさ、カルビでさ、金稼いでるだけやんって言ってるじゃねえ。ケンキが言ってるから。俺はカルビで稼いでる。ケンキは3秒ぐらいしかカルビ出てなくてもサムネにカルビを乗せてるからね。マジ？すげえな。なんかもう、古速とすら思わないね。すごいね。なんかそうだよね。えなこ使えないのかな？えなこって使え、なんか、もうでも、事務所があるからな。なんだっけ、PPE だっけ。おもろいけどね。ケンキくん開き直ってるからいいよね。マジ開き直ってるよな。
でマジそれおもろいな。カルビが3秒ぐらいしか映んなくてもサムネにカルビ使うぞ、めっちゃおもろいね。でも動画会議とかで出たんだろうね、ほんとカルビは強いから。ちょっとでも出てたらとか、なんか内容的にも薄くてもカルビを動画に映してサムネに使おうって。ケンくん言ってたよ、動画会議毎日してるって。偉いよね。だってケンキくんの YouTube チャンネルってすげえ頻度で上がってるからね。ラストの時とか1日 2,3 本上がってたぞ。俺動画編集と今2ヶ月ぐらい話してるぞ俺。俺動画編集とマジで俺こたと2ヶ月ぐらい話してない。何して生きてんだあいつ。マジで本当に自由にやってもらってる。マジで 2ヶ月ぐらい話してないよ。成り立ってるね。俺もこう、こたのなんかその編集に文句がないしね。長えから。なんか研ぎ澄まされて、感性が一致した。YouTube の動画コメント見るよ。見る見る。切り抜き？いや、切り抜きもなんか、俺の知らない切り抜きが2、3個あったら多分収益全部持ってかれてるから一回話さないとな。そこら辺も適当だから俺。まあでも、それで、なんか、高頻度で切り抜き上げてくれるんだったら別にいいかなと思うけど、ある程度規制しとかないと、連絡を取れる手段を持っとかないと、暴れる可能性があるから。いや、どんどんさ、やっぱりその、メタ的なところに吸い寄せられていくから、YouTube って。システムっていうかさ、あれシステムとの戦いだから、YouTube って。なんかちょっと尖ったようなサムネにしてさ、なんか動画の事実とは違う尖ったようなのが伸びるって思うと、そういうのしか上げなくなるんだよね、マジで。そういう方向に行った時に、そのなんか正せるようにしとかないと、大暴走する可能性があるんで。VTuber の人とかそれでなんかさ、規制かけるんだよね。別にエッチなこと言ってないのに、それでエッチな方向に持ってくとかさ。ベニママの吸引力めっちゃそういう方向性。ベニママがそういう方向性だからそれいいんじゃない？じゃなくてそういう方向性じゃない女の子が、エッチなことを言ってるっていうサムネ。普段、なんかエッチなことを言わないような VTuber がエッチなことを言ってるっていう風なサムネにすると、バカ伸びすんじゃないの？ウルパンとかがめっちゃセンシティブなことを言ってるみたいなサムネにすると伸びそうじゃん。でも事実は違うわけよ。っていうことが多発したんじゃない？例えばやってるスポーツの関係上、食事制限徹底してたんだけど、一旦やめたら性欲がバカみたいに読むから。へぇー。下半身使うスポーツやってる人って性欲すごそうだよね。サッカー選手とかすごそうだけどね。スポーツ選手はでも全員もう性欲は強いんじゃない？別になんか、女の子と遊んでるって言ってもなんとも思わん。マジでなんとも思わん。それでスポーツが強いんだったらええ。歌手もなんか女の子はべらかして遊んでてもそれでいい歌が書けるんだったらええ。俺も全然俺はいいと思える派なんだよね。選手村 Tinder めっちゃマジでだし。なんで選手村はいいって Tinder やんねえといけねえんだよ。なんで奥手なんだよそんなに。どうでもいいよね。俺もどうでもいいと思う。てか経験からそういうなんかさ、歌詞とか書くってくるからさ、その経験をしてないとその歌詞って書けねえと思うの。最近なんかさ、浮気とセックスの歌が流行るじゃん。世の中そうなってんだなって思う。マジで多い浮気とセックスの歌。経験談で書いてるからね、絶対に。例えばエロ漫画家とかも多分、なんか本当に性欲がなくてガチのリサーチとか行くだろうし、実際にそういう経験をしたとかもあるだろうし。前向きな歌増えてほしいよね。俺も思う。プリテンダーぐらいからなのかな？どうなんだろう？どこら辺が区切りなんだろうな？プリテンダーって流行った理由みたいな特集を見たんだけど、いろんな人にマッチするからなんだって。普通に恋愛してる人にもマッチするし、なんかその、不倫チックな、ちょっと曲がった恋愛をしてる人にもマッチするし、君の運命の人は僕じゃないみたいな。ネジの金がカス。西野カラーってカスの歌うっけ？いや、そうだよ。西野カラーってそんな曲だっけ？結構純愛系じゃなかったっけ？トリセツって亭主関白の女の子版でしょ、あれ。それは別にいいんじゃない？トリセツってどんなんだっけ？トリセツ。この度はこんな私を選んでくれてありがとう。どうもありがとう。ご使用前に。これいつ出た曲？ 2016 年。2016年だからセーフじゃない？これ。この危ない、この1位、これ危ない。ここは、今、現代で言ったら危なかったね、今。ずっと正しく、優しく扱ってね。一点物につき、返品効果を受け付けられませんだけ。わあ、2016年でよかった、マジで。時代に助けられたの、西野から。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても、答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でも、そんな時は懲りずに、とことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪は綺麗とか、小さな変化とかも気づいてあげましょう。もしも少し古くなってきて。古くなってきて。目移りするときは、二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。意外と一輪の花にもキュンとします。何でもない日のちょっとしたプレゼントが効果的です。センスは大事。でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものよ。まあでも、イラッと来ないけどな。女の子ってこんな感じじゃない？おい、女の子って本当にこんな感じよ。めんどくさいとこが可愛くない？なんか強がって嘘ついてめんどくさいとこが女の子じゃない？
たまには旅行も連れてって、記念日にはおしゃれでディナーを。まあ、俺こういうことやんないけど。こういうの、こういうこと全然やんないけど。かっこよくエスコートして。これ、亭主関白、亭主関白、いや、あのね、あるんですよ。これの男バージョン。亭主関白っていう歌が。知ってる？時代はね、繰り返すんですよね。なんだっけ？関白宣言だっけ？なんだっけな？なんか、題名すら忘れちゃったわ。ちょっと待ってよ。さだまさし。さだまさし。なんだっけ？関白宣言だ。こういうの男版がね、実は存在するんですよね。これを聞いて女の子はどう思うかだね。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいいよ。できる範囲で構わないから忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってことを。お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外を口出せず黙って俺についてこいっていう歌があるんですよ。今これ良くないんですよね。まあこれ当時から叩かれてたけどな。あ、そうなんだ。まあでもこれはどん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 良くなっていくのよ。俺より先に死んではいけない。たとえわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない俺の手を握り、涙の雫二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人ですから。厳しいこと言うけど、頑固親父なんですけど、結局は、俺はお前のこと愛してますよと。俺のこと、俺が死んでも、少しだけ涙を垂らして、次に行ってくださいっていうね。どこが取説。いや、でもこれ、いや、言って、そう言っていいだろ。関白宣言が取説の男版だよ。今に、でも本当に、でも今最近現代の曲はマジでそういう曲がめっちゃ増えたよね。ちょっとチル系の、愛があるセックスか愛のないセックスかの話。俺はもう、ファッションが好きだけどね。E.T. キングって知ってる？お前とおったらおもろいわ。どころどいつもか、かなわんわ。100年でも200年でも、幾年が過ぎても、辛い時にはそばにいよ。俺がぶっ飛ばしてやるよ。知ってる？わからんか。おっさんすぎでもねえよ。じゃ、おっさんすぎでもねえって。最近だとあれか、その E.T. キングの枠があれか。ハニワじゃなくて、ワニマだ。ワニマ。アイドル系はあれだけどね、そういう歌が歌えないから元気なやつ多いけどね。最近の Spotify のランキングとか見るとどうなってんだろうな。あー、グリーンとかもそうだよね。そもそもあんまり歌わなくなっちゃってってのもあるけど、なんか時代に飲まれた感もあるよな。まあ普通に歯医者やってんじゃない？歯医者。スタミンさんってどんな時に音楽聴きますか？俺筋トレやってる時や。ダッダッダラダダダッダッティー、知ってる？でってってれてて、でってってぃー。でってってれてて、でってってぃー。でれん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 でってしてる？あれで俺聞いてて、バッパッカーだだだだだだ。自分に勢いづけないといけないのよ。音楽に乗って乗んないといけないから。ぶち上げんだよ。脳内麻薬を作り出さないといけないから。自分に酔いながら筋トレするんだよね。トランス状態。いや、音楽聴くのって聞かないじゃん。全然回数違うからね。音楽に乗せないと筋トレって嫌だからさ。最初の1回目が辛いんだわ。筋トレって1回やったらそのまま頑張ってやろうってなるんだけど、1回重りを置いた後持つまでがマジで億劫なの。でも音楽のパワーに任せると、あー、サビくるサビくるサビくるっていけんだよね。まあでも筋トレ曲というか、なんかそういう盛り上がる曲ってたくさんあるやんね。Spotify とか入ってる時に入ってる人は筋トレで調べるとね、たくさん出てくるよ。ゲームとかにも出てくるよ。ゲーム中に聴きたい曲。Spotify すごいんだから。コッシーさんもサブスクライブいただきます。俺も最近の曲はあんま知らないな。ちょっと待ってよ。ランキング見てみよう。だから、令和ポップス。まあアイドルが来るよね。うわ、マジでわかんねえ。ボーイ、アイドル。アイドルしか知らないわ。第6巻。スキライ、ユー、タット、ヒゲダンらしい。うわ、わかんねえ。全然わかんないわ。ドライフラワーっていつの話してんだ、お前。カラオケヒッツ2023月間ランキング。ここら辺はさすがに知ってるね。ここら辺になるとわかるんだな。
カラオケヒットソングとかになるとわかるわ。俺の聴いてる曲、これ。これ知ってる？冒頭だけ聴いて。これ。バン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 、知ってる？ウォーのやつ。あ、あとこれはスラダンのあれよ。スラダンの劇場版の曲。これも筋トレによく使う。モロハの革命ね。うん。あ、これもね、めっちゃ俺ね、モチベーションが下がった時に聞くんだわ。東京事変。これめっちゃ好き俺。めっちゃ好き。これな、これお前らもちょっと入れてみて。なんかモチベーションが下がったり、なんかやんないといけないことがあるときね、聞くとね、よし頑張ろうって思うよ。これほんといいんだよね。ここら辺はララランドかな。ララランドの一番有名な曲。あの、ダンスのシーンの曲かな。うん、まあ、キングは好きだね俺ね。うん、甘神も聞くねこれね。ここら辺は入ってんな。クズハメドレー。あ、これは俺も言って、これこれも聞くね。テンション上げたいときに。いつだって全身全霊やさび倒せですよ。でもちょっとやっぱりあれかな、ちょっと古めなのかな、こう見てみるとね。最近の曲が入ってるように見えないね。うん。でもどうしても、どうしても、俺もうここで、これ、ここでしか聞かないの。走り出したら聞かないんだけど、俺ここでもうだらけちゃう時があって、ネットサーフィンして。もうランニング行かないといけないのに、行けないって時、これ流して、これ、これ、スタートして、強制スタートする、ここで。もういかんとあかんっていう時に、バー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 って、もうさ、音楽にはそういうパワーがあるんだよね。音楽にはマジでそういうパワーある。動かしてくれるんだよね。もうグンターの、グンターの起きる時の音と一緒だね。まあ、ここら辺ね。日々あなたの帰りを待つが好きかな、俺。乾杯、今、君は人生の、だね。これ、よく見て、素敵ね。これでもっと完璧、何でも持ってる、だね、これ。私は、すべて。なあ、チキンライス知ってる？いいね。チキンライスっていうクリスマスの曲なんだけど、番組の曲で、
ダウンタウンのまっちゃんが歌詞を書いたやつ。ガチで歌詞を考えてくださいってクリスマスソングを書いたのがこのチキンライス。これ俺めっちゃ好きだね。っていう感じです。私のプレイリストは。ジャンル問わずだね。洋楽も聴くし。マジジャンル問わないかもしれん。さあさん、今日はウルハさんの 3D 配信が21時からあるぞ。あ、なんか V スポって最近 3D 配信してるんでしょ。他の人は 3D 配信したの？他のした人見してよ。花ぶさ？花ぶさ 3D で出る？うわ、すげえな。ぬるぬるじゃん。え、すごくない？こんにちは、花房梨沙。 3D になりました。どうですか？え、ちょっと待って、 3D なんて動くと可愛いね。ここ今のさ、笑った時のさ、この口を押さえるしょ、これ可愛くない？これここ可愛くない？ねえ、すごいね、 3D ってマジで。あと10年もせずにあと5年ぐらいで多分もうすげえ有名 AI アイドル絶対生まれるよ。絶対有名 AI アイドルが出てくるわ。さっきもね、ノアちゃんからちょっとバトンタッチを受け継いだんですけど、いやもう感慨深いですね。ウィスポに入って約2年、もうすぐ3年かな、もうすぐ3年なんですけど、もう疲れたからそばついてよっかな。じゃあさっきいろいろリハーサルとかしてたんですけど、もうあのはしゃぎすぎちゃって、あの腰と足が限界なので、ごめんなさい、ちょっと座らせてください。いやでもね、そうやってに世の中ってね、便利になっていけばいくほどね、あれだよ、原点に帰りたがるんだから。世の中さ、だってさ、あれだよ、農業とかさ、結構機械とかが楽になってきてさ、なんか食料で困ることとかなくなってくるじゃん、なくなってきてるじゃん最近って。もうそもそも俺が生まれ落ちてからないんだけど。だから逆にさ、もう今経験つってさ、北海道でさ金払って農業体験とかするじゃん。金払うんだぜこっちが。手間っていうものがさ、なんかその泥臭さみたいなものがさ、価値が生まれてくんだよ逆に。だから AI VTuber とかが流行ってる頃には、絶対その生身の人間にもさらに需要が生まれる。すいませんね、でもこっからだと私動画だからスーパーチャットじゃなくて、そう、手間って価値になりつつあるんだよな最近、便利になりすぎて。そうですよ。例えばさ、あれだよ、オリンピックとかのさ、スタッフがさ、もう給料ほぼなくてボランティアみたいな、なんかツイッターだと集まるはずねえじゃんみたいな感じだったけどさ、もう倍率クソ高かったじゃん。あれって経験と手間じゃん。ちょっと世界に大きな音量で届けていただいてよろしいですか？ありがとうございます。ちょっと私の普段の配信がいつもちょっとね、大きいから、ね、便利になっていけばいくほどね、そっちの自由が生まれるから。誰がお前黙っとったらせいぜい。それっぽいやめて、かわいいでしょ。私もちょっと今日結構緊張してたんですけど、やっぱ始まるとあれだね、吹っ飛ぶね、楽しいから。笑えんだね、目がすごいね、これ目すごくない？顔も笑ってます、ずっと。まあ音量もいい感じですかね。はい、ありがとうございます。あ、みんなスーパーチャットありがとう。じゃあちょっと私今日は 3D になったらいろいろやりたいことがあったので、ちょっと未だに緊張で結構ちょっと喉が死んでるんですけど、こうしてこう。やばい、腰痛。
あと一角ですね。1,2,3,4,5,6,7 8角ですね。あ、文字を書いてるんだ。スタッフさん、今ので決断してほしいです。絶対しないでください、絶対しないでください。あ、いい。ちょっと待って。うわ、これやっぱあれだな。なんで書いてんの、わかんない。なんて書いてあるかマジでわからない。いいですね、これ花房が完成したそうです。これをどう花房と読めと。ちょっと、あれ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 、ちょっとデブにすんのやめて。ちょっと待ってね、待って。かわいい、これかわいい、これめちゃくちゃかわいい。うん、確かにかわいい。公序良俗に反しない限りフリー素材です。かわいいかわいい。腕でハートやってみて。腕でハートか、腕でハート。あー、やばい、お猿さんになっちゃうな。アイアになっちゃうなこれ。まあ、一旦ハートじゃなくてダイヤ。すげえな、ね、ダイヤで。すげえ時代だなマジで。え、てか待って、てか待って。おごめんなさい、これ以上は有料です。ごめんなさい、これ以上はもう見せられません、無料では。ごめん。すごい時代になったねマジで。 3D 配信ってすげえな。カルビは 3D はないの？無理なんだ。カルビ 3D やったらさ、モーションのやつつけてさ、こんな、キャラクターがこんなになってる。カルビ脇締めて。あ、無理だよ。これが限界だよ。今はもう屋敷脇締められないよ。ゲーム開発の時とかによく見るやつでしょ？なんか、あの、ピチピチのスーツ着るんでしょ？まあ、弾がついた。無理なんだな、個人税には。まあでもカルビは個人税ではないといけないからな。難しいところではあるね。ケンキのゲーム開発のやつ貸してくんねえのかな。ケンキもなんかすげえ前やってた気がするんだけどな。個人税の 3D 今日も遅刻してるんだけど、今日も配信遅刻してるのに、なんかね、個人税なんか全然わかんないからね。なんかしかもなんかブラーがかかっててエモくなってるくない？ちょっとやらしい。ついたわ。これくらい。ね、持っちゃう。わあ、わあ、すげえ。じゃあいけるわ、カルビー。いけることが分かった。てか、お金を払うオタクが増えてきてんのかな。今、あれもすごいらしいじゃん。ファンティア。今、コスプレイヤーバブルらしいよ。今、ファンティアすっごいんだって。コスプレイヤーとかが、その、エッチな画像とかを、サブスクライブであげますよっていう。500円とか、強気に出てる人は、月3000円とか、2000円とか、どこまで見れるかは知らん。なんか、漫画描いてる人とか、エッチな漫画描いてる人とか、エッチなコスプレイヤーが、まあめっちゃ活躍してるイメージがあるな。うん、俺ファンティアの話は聞いてきたんだけど、もうね、あれらしいよ。中堅ぐらいで、月200とか行くらしいよ。すごくない？月。ファンティアってもう、いやなんかその、中間業者みたいなのがたくさんあって、その人たちにどういう画像がいいかとか、その投稿するペースとか、投稿自体はあっちに任してみたいなことやって、楽にできるらしい。今エッチなファンティアはマジでね、めたいらしいですよ。男も売れることはねえだろうな。いや、男も需要はあると思うけど、そういう層に。今コスプレイヤーはバブルらしいね。コロナで需要が増えたのかな。まあコロナで需要が増えたのもありそうだよね。単純に SNS に貼り付く頻度が増えたんじゃない。ああいうのって、ね、流入が Twitter からとかだろうから。流入が Twitter でエロいお姉ちゃんいました、エロいお姉ちゃん見てたら、なんかファンティアっていうもっとエッチなの載せてます、見たくなるよね。1500円課金しちゃうよね。
妄想すればいいじゃん。特殊技能だね。それで満足できるお前すごいよ。まあでもその強みを生かしてるってのはあると思うけどね。やっぱり若い女の子って武器であるからさ、それを理解してそれをお金に変換してるっていうのはいいと思うけどな。ね、実際それがさ回るわけやしさ、男が買うわけやし、税金払ってんのかな、どうなんだろうね。いや一回ネットを通すから、それは払わないとバレちゃうと思う。風俗とかとは違うからさ、ああいうのって現金だけど、現金って置いときゃいいからさ、もらったのネット通すからもうバレっちゃうから、逆に払ってると思うよ。すげえよなー、その中間業者がどんぐらい儲かってんのか知りてえなー。バカ儲かるんだろうなマジで。女の子も得するけど中間業者がやばそう本当にしかも中間はサブスク戦でも見れるんやろその思考はなかったわその考えはなかった。そう、それずるいねと思うんだね。すごいね本当に、欲求に従順だね。俺ちょっとも思い浮かばかった。お前すごいな、嫉妬で生きてるね。とりあえずファンティアはバブルらしいんで、やってみたい人はやってみてください。間違いなくバブル。でもバブルだけどやっぱり競争はあるっぽくて、その今コスプレイヤーとか自体、そのファンティアの使用してる人がめっちゃ多いんだって。まあ、需要と供給が今ギリギリって言ってた。ファンティアって何が見れるの？人によるんじゃない？クソエッチなのとかも見れるだろうし、てかもう出てるのが見えると思う。そういう人もいるだろうし、なんかその人のブランディングによる。普通に個人 AV 出してるとかあるよ。あー、まあそっちの方が売れちゃうんだろうな、今。AV 新法みたいなので詳しくないんだけど、なんか出るまですげえ時間かかるようになったんでしょ。なんか撮影してから3、4ヶ月待たないといけないっぽくて、なんかコスパが悪いからっつって。で、それで多分、ファンティアとかでやった方がなんか効率がいいんだろうね。月収4000万のポーンハバー。ポルノハバー。あ、俺なんかあれか、あれ、なんかさ、カップルでやってる人とかいるよね。カップルで、なんか今日はこういうプレイをしてみましたみたいな人たちがいんのよ。で、10分ぐらいすると、で、俺が10分見たの今バレたんだけど、10分ぐらいすると、これ有料の方に流されんの。10分すると、で、なんか、続きは何々でみたいな感じで。有料、あれもサブスクライブなのかな？日本だけじゃなくて世界中から課金されるから。うん、なるほどね。海外のサバを通せば無修正でも脱法？は？そうなの？え、どういうこと？そんななんだ。グレーなんだね。いや、もうやり方たくさんあんだな。てか、とりあえずエロって金になるんだな。とりあえず何かしら、もう何のコンテンツでもまず最初に金になることって、いや、マジでエロ考えた方がいいね。VR も一番エロが金になるって言われてたしな。VR ゴーグルも。新しいなんかエンタメコンテンツが出たらマジでエロを考えた方がいいね。三大欲求がもうとりあえず金になるからな。今 AI にエロ絵描かせて Amazon で売って儲けてるらしいしな。へぇ。まあ俺は賢いと思う。そういうのは。否定派じゃない。別に。自分の使えるものは使っていった方がいいと思う。恋愛相談とか未だに来るからな、DM がたくさん。あと死にたい子がずーなんかどんどん死にたい人が多いね。やっぱりね。病んでる人が多いよね。まあ、死ぬってさ、むずいよね。自殺動向の話ってさ、俺、するなって言えないんだよね。極論言ってしまえば死んでもいいと思うんだよな。俺はデッキの中に入れといていいと思う。でも、40枚ある中のデッキの一番最後にあった方がいいと思う。いや、手札にあっちゃいかん。もう、すべてなくなって最後の1枚ドロー。その1枚が40枚目。自殺だったらいいと思うんだよね、俺は。むずいよね。いや、ほんとね。するなとは言えない。けど、まあ、手段にあっては俺はいいと思ってるから。まあでも俺は、その話をするといつももったいないなって思うけどね。ポンって死んじゃいたいっていう人の話を聞くとさ。苦しいと思うけどさ、もう生まれ落ちた時点でさ、金塊を抱えてると俺は思ってるから。それは監禁してるかどうかなんだよ。重いだろうけど今。こう引っ張ってるわけ。金塊を。砂漠をね。苦しいじゃん今。で、その状態でさ、死のうってさ、あんまり思わんくない？その自分の状態が分かってないんだよ。すごい今死ぬのがもったいない状態。生きていたらその金塊がさ、ダイヤモンドが監禁できるかもしんないじゃん。と思って生きた方がいいよ。生まれた時点で価値があるから。それを今、ポーンって手放すのって、本当にそういう感覚？残されてる人のことを考えたら死ねないか。残されてる人のことを考えられなくなると思うけどね。別にそんなこと考えられないと思うよ。自殺するため、なんか、状態って。今俺に DM 送ってきてる状態っていうのはなんかしようとあがこうとしてるからさ。それは話が別だね。例えば同じで話さ、さらされそうになったけど元気だよ俺。おなでんさらされたぐらいで、お前は死のうとするな。そんなもん。音、なんか、面白いに変換しろ、頑張って。
俺は死にたいと思ったことないからね。そこら辺の話が分かんないけど、俺がもうすごい自由な配信をしてるから、こうなりたいなと思ってくれてるのかな。殺したいと思ったことは、こいつを殺してやりたいぐらいイラつくなって思ったこともない。イラつくことが普段なさすぎてね、俺。優しいっていうか、全部はもう考え方の問題じゃんね。感情ってコントロールすべきだなと思って、そこを放棄してしまうともったいないなと思って強制したって感じかな。だって怒りとかって絶対マイナスな感情じゃんね。自分が嫌な気持ちになるじゃん。だから怒らないようにした。なんか本当に考え方の問題だね。例えばすげえ死ぬほどさ疲れた日に電車に乗ったとしよう。で、目の前にもうピンピンした学生たちが、極論だよ、ピンピンした学生たちが席をもう占拠してますよと。で、その時に何クソって思うとイラつくじゃん。だから一回クッション置いて、もしかしたらこいつらは足が折れてるのかもしれないとかさ、俺よりも疲れてるのかもしれない、それを元気でごまかしてるのかもなとか、なんかそういう考え方をねすると楽なんだよ。いや俺も無理だったよ。で、なんかそこでなんか発想を変えると楽、単純に楽になるんだよね。楽になるの。だから楽な方法を選んでるって感じ。あーでもそうかもね。その話をするとこいつはバカなんだなーが一番楽かもね。一番身近ではやりやすい方法かも。こいつはバカなんだな、まだまだ成長してないんだな、子供なんだなっていうのも発想の転換や。イライラするとさ、反抗期があって俺。小6だったんだけど、もう本当に毎日イライラしてたの。やだなと思って。中学受験やんないといけなくて、周りは門限が小6だから、7時とか、はい、6時とかまで遊んでんのよ。でも俺は授業が終わった3時15分から、学校から直で塾に向かうのよ。で、夜の10時まで勉強する。なんで俺はこんなことしなきゃいけない。もうしょうもない。イライラする。母さんに混ざって、親父に混ざって。イライラしてたのよ。どうにかしたいなと思って、ちょっとずつ強制した。だから俺はもう逆に楽な方法を選ぶようにしたっていうだけかな。